エミリー・ドネルソンはアメリカ合衆国大統領、アンドリュー・ジャクソンの名。ホワイトハウスでのホステス及びアメリカ合衆国のファーストレディを務めた。エミリー・テネシー・ドネルソンはテネシー州ドネルソンにある父親の農場で生まれた。エミリーの父・ジョン・ドネルソンは後にアンドリュー・ジャクソンの妻となるレイチェル・ドネルソン・ジャクソンの兄であった。当時の他の女性たちと違い。 エミリーは正式な教育を受けていた。彼女はテネシー州ナッシュビルにあるナッシュビル女性アカデミーで、名のメアリー・アン・イースティンと共に学習し、優秀な生徒であったとされている。1824年9月16日、17歳の頃に A.J. ドネルソンと結婚した。ドネルソンはエミリーのいとこで、互いのおじ、おばであるアンドリューやレイチェルが保護者であった。 1828年に、レイチェルが亡くなる前から、ジャクソンはエミリーをワシントン DC に同行させて、レイチェルのホワイトハウスでのホステス役の手伝いをしてもらおうと考えていた。テネシー州のプランテーションであるハーミテージで暮らしていた、ジャクソン家とエミリーは育ちが似ていた。レイチェルが亡くなったことにより、ジャクソンはエミリーにホワイトハウスでのホステス役全権を任せ、彼女は 名のメアリーアン・イースティンの助けを借りた。21歳の頃にワシントン DC に到着した。夫のエジェド・ネルソンはジャクソンの施設秘書を務めた。ジャクソン大統領としての最初の数ヶ月は妻、レイチェルの喪中となった。非公式でもが明けたことにし、1830年1月1日、ホワイトハウスでの新年会でエミリーがホステス役を務めた。 1829年、ワシントン DC では、陸軍長官、ジョン・ヘンリー・イートンの新しい妻、ペギー・イートンを取り巻く噂が飛び交っていた。この噂とは、二人の関係は不倫で始まり、ペギーの最初の夫はこれを苦にして、自殺をしたというものであった。スキャンダルは拡大し、すぐにペティコート事件と名付けられて、ジャクソン大統領顧問団は分裂し始めた。顧問団の妻たち、 特にジョン・カルフン副大統領の妻、フロリード・カルフーンは、ワシントン DC のコミュニティに、ペギーが参加することを拒否し、イートン夫妻を花であしらった。ジャクソン大統領は、ペギー・イートンが不当な扱いを受けていると感じていた。彼は亡くなった妻レイチェルと彼女を重ねていた。ジャクソンもレイチェルも知らなかったが、ジャクソンが結婚した時にレイチェルは、 最初の夫と法的に離婚が成立していなかったので、ある。1828年の大統領選挙で、ジョン・クインシー・アダムズの支持者は、この事実を発見した。彼らはレイチェルを貫通罪及び重婚であるとして、情け容赦なく攻撃した。ジャクソンは、1828年12月の彼女の死は、このキャンペーンのストレスによるものだと非難した。彼の亡くなった妻のように、 ジャクソンはワシントン DC のコミュニティがペギーを不当に扱っていると考えていた。ジャクソンは周囲にイートン夫妻を受け入れるよう圧力をかけ始めた。エミリーはハン・イートン派についていた。ジャクソンがエミリーと対決した時、エミリーは情報してペギーをホワイトハウスに招くことにしたが、エミリーは彼女への礼節を書いていた。1830年初頭、これにより、 イートン夫妻はジャクソンの正体を辞退した。ジャクソンはこの理由を調査し、ペギーはエミリーの冷酷な態度に言及したのである。1830年の夏季休暇中、エミリーとアンドリュー・ジャクソンはハーミテージに戻った。この頃までジャクソンとエミリーの不和は最高潮に達し、エミリーはハーミテージでの滞在を拒否し、自身の母の家に滞在した。ジャクソンが ワシントン DC に戻った際、AJ は同行したがエミリーはしなかった。ジャクソンがホワイトハウスに戻ると、彼はエミリーに戻るよう懇願し、業務を再開させようとした。しかし彼女はジャクソンが、ペギー・イートンをホワイトハウスに招待すると主張する限り、これを拒否し続けることとなった。1834年初頭、ジャクソンの義理の娘サラ・ヨーク・ジャクソンが、 ホワイトハウスのホステス役を務めることとなった。エミリー不在の3年間をサラ・ヨーク・ジャクソンがホステス役を務めたことに対し、周囲は様々な憶測が飛び交った。学生仲間はペギー・イートンへの態度が原因と考えていたが、他の者たちは結核の悪化が原因だと考えていたのである。1836年、エミリーの健康状態は悪化した。同年6月、 ハーミテージに隣接していた彼女のプランテーション、ポプラグローブで回復を試みた。彼女の健康状態は、下降を続け、12月29歳で、おそらく結核が原因で亡くなり、アメリカ史上最も短命のファーストレディとなった。ありがとうございます。